皆さんこんにちは。もごもご입니だ。以前の動画で、えー、今の韓国で朝鮮の王の代用として認められるのは、セジョン代用と、で、チョンジョ代用がいたと言いましたね。そして、いろんな業績を残したジ女は、今のところでは代用かどうか、まだ論議中だと言いましたねあ。その理由を今日ちょっと語ってみたいと思います。 一番簡単なのは、ヨンジ女は息子を殺したからなんですよね。朝鮮で唯一息子を殺した王として記録されています。で、このヨンジ女はさらにですね、この息子を結構残酷な殺し方をしてしまいますよね。 写真のような穀物を入れる箱に息子を閉じ込めて殺してしまいますよね。じゃあ、一応映画だったら王の運命、ドラマだったら秘密の扉がおすすめなんですけれども、この二人の葛藤、今日はどうしてヨンジョは息子を殺したのかを話してみたいと思います。じゃあ、まずヨンゾの家系図から見ていきましょう。ヨンゾは性質のチョンソンワンフがいました。 ただ、ジョンソン・ワンウはかなり仲が悪くてですね、えー、もうほとんど会ったことがないみたいです。で、側室はありましたけれども、ほとんど娘ばっかり生まれたんですよね。その中でですね、ジョンビン1の間で、ポジャンセザという息子がやっと生まれますが、以前の動画にも話しましたが、10歳の時に病死してしまいます。その後、7年後ぐらいでしたかな、その後に、えー、ヨンビン1からやっとサドセザが生まれま 当時、ヨンジョは41歳です、えー。以前の動画でお話ししましたが、朝鮮の王様って大体40代に亡くなるんですよあ。41歳の時の息子なんて、ヨンジョにとっては待ちに待った大事な息子だったんですよね。なので、ヨンジョはこの佐渡世女をですね、3歳からエリット教育を始めます。で 3歳と言ったら、かなり若くて何もできない年だと思いますが、意外と佐渡世代はかなり勉強ができてて、3歳から漢字が読めるとか、漢字が書けるぐらいだったらしいです。それを教えていた高位官僚たちも、わあ、これは天才です、天才です、天才ですと褒め続けるぐらいだったらしいです。これを聞いた4女はとても喜んで、この佐渡世ザに対する期待がさらに増していったでしょう。 で、このままサドセザがずっと勉強してくれたら、四女はすごく喜んでたと思いますが、 サドセザが、まあ勉強も勉強したんですけれども、特に絵とか音楽などの芸術に興味を持つことになります。実際子供の時にサドセザが描いたと思われる絵がこれなんですが、で、それ以外にも弓などにもずっと夢中になって、ちょっと勉強のことを後にしたらしいですね。もちろん朝鮮では弓も教育なんですけれども、まあ、弓ばっかりしたということになります。それを見ていたヨンジョはすごく切れちゃいますよね。 で、結局、こういったことが続いてしまってですね、二人の関係は破局に至ります。で、結局、仲が悪くなった二人がどうなっているのか、今から説明しますね。で、記録によると、四女はですね、朝鮮の王様の中で一番子供に対する好き嫌いがはっきりした王だったらしいですね。あ好きな子供たちにはもうすごい愛用。 見せて、まあ自分が気に入らない子たちは全く無関心でやってたらしいんですけれども、ジ女はこのファワー農主が大好きだったんですけれども、ある日、サドセジャとファワー農主が一緒に遊んでいました。サドセジャとファワー農主は兄弟なので、普通に遊ぶのは問題ないでしょう。それを見たヨンジ女がですね、すっごくキレて、 もう本当に記録でネイノンと言ってコラって意味なんですけれどもどうとなってこれを聞いたサドセジャは窓から逃げたぐらいのすごく怒ってたらしいんですよねつまりヨンジョにとってはサドセジャは全く好きではない子でしたねでヨンジョのいじめはここで終わりません 若い佐藤世者に対して、世者は食欲が多く肥満で可愛くないとか言ったり、そして頭はいいが肥満で顔がダメと言ったりとか、で、病気どうせ嘘だろう、治療しないで、佐藤世者が何か勉強のストレスで、頭、まあ、痛々とかいても、四女は医者を送ってくれなかったみたいですよね。どうせ嘘でしょう、みたいな感じの扱いをしてたらしいです。 まあ、四女は明らかに佐渡世者が嫌いだったと思います。ただし、今四女には息子はこの佐渡世者一人しかいません。なので結局四女も年を取っているので、次の王様として佐渡世者に政治を教えるために、デリチョンジョンというのを始めます。このデリチョンジョンというのは、王の代わりに世者が政治をするということですよね。まあ、王がちょっと後ろに立っていて、世者の政治を見て、まあ、認めたら次の王様を譲る。 ちなみに、洋女は、孫の蝶女にもこの手利蝶女をしたので、ドラマ遺産にこういった場面皆さん見たことあると思いますね。王様の前に、えー、次の王が行って、王の評価を受けるような感じですよね。 ただ、このデリ청정の時にも、洋女のいじめは終わらないんですよ。で、佐セ世ャが、例えばですね、家臣たちに、A にしなさいと言ったら、四条は、はとか言う感じですよね。で、じゃ慌ててて、じゃ B にしなさいと言ったら、はみたいな皮肉を言ったり。で、C がいいかなと言ったら、かなとか言って、だからもう本当に1から10までずっと佐セ世ャのことが気に入らなかったみたいです。 まこれを見ている家臣たちももちろん大変でしょう。で、結局佐動世代がど,どうしたらいいのかわからなくて、に 父上どうしたらいいですかと言ったら、これをまた反抗まあ、要もう王しないお前がやれみたいな感じで、かなり拗ねっちゃいますよね。これは、正直に言うと、拗ねるというよりは攻撃ですよ。儒教の国朝鮮で王様が拗ねたときに、息子は王様が落ち着くまで待つわけにはいけません。トラマとかで結構見たことありますよね。こうやって王の前で、王が許してくれるまで、ひざまずいてずっと、 ちゃうあなあ、授業中しよそ足そう、みたいな感じを言い続けないといけないんですよね。これを四条は何回も繰り返してたらしいです。で、この家臣たちの前でもなくて、 普通の民主の前にも佐藤世座をずっと恥をかかせたんですけれども、佐藤世座がちょっとお出かけするときに護衛がつくんですが、基本王様が出るときには4000人ぐらいつくんですよ。でも、四女はいつも佐藤世座に500人余りをつけてたらしいですね。これは今見たら結構多い。なんで王子様なのに護衛が500人しかないのかという、なんかそういった恥をかかせたんですよね。その後、 雨が降らなかったりしたら、お前のせいで雨が降らないんだよと言って、星座を呼んでからすごく悪口をしてたらしいです。これ実際の記録にあります。実際の記録にはですね、えー、王が口にしたらいけないことを言い続けたとは書いていますが、実際この実録などの記録には悪口は書けないので、実際はまあダイレクトな悪口をずっと言い続けたそうですね。そして、 お父さんとして絶対行ったらいけない。どうして息子はあれしかいないのというような発言もずっと言い続けてたらしいです。こういった佐藤世者、実際は、一番最初に言った洋女にはですね、蝶村王夫がいましたが、先ほど言ったように、二人は仲がとっても悪かったんですが、そのおかげかわかりませんが、佐藤世者とこの蝶村王夫は、実際の親子ではないんですけれども、かなり仲が良かったらしいんですが、この蝶村王夫も、 サドセジャが23歳の時に亡くなっちゃって、もうサドセジャの心の頼りがなくなってすごく悲しんでたという記録があります。サドセジャはこうやって養女のいじめによってだん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 狂っていくんですよ。 で実際、まあ、以前の動画で説明しましたが、佐渡ジャが自分の義理のお父さんである本本犯に書いている手紙を見てみても、もう圧迫感で死にそうとか、病気があっても医者に相談できない、で自分が考えても精神病の症状があるなど、自分の状況をよく分かっていて、この義理のお父さん、本本犯にすごく助けを求めている手紙が何枚か残っています。ただ、不思議なんですが、この義理のお父さん、本本犯は、これに対して全く何の動きも見せません。 多分、四条の命令があったのか、政治的な空気を読んだのか分かりませんけれども、本本藩は、佐渡世ジには心の頼りにはなれませんでした。で、結局、佐渡世ジもこれによって、心の壁を作ってしまいますね、えー。もう本当に王様を避けることになります。 え、どれぐらいだと言ったら、皆さん以前の動画、聖者の一日の動画、または王の一日の動画で話ししましたが、朝鮮の王とか王子の始まりは、自分のお父さん、またはおじいちゃん、おばあちゃんに挨拶することから始まりますよね。それを、 半年ほどぐらい、サドセジャは養女に行かなくなります。これは、授教の国、朝鮮ではすごいことになって、もう、正直に言うと、サドセジャ以外の息子がいたら、セジャから降ろされるぐらいの大きなことでしたね。 で、それだけじゃありません。佐藤世座は、もう明らかに狂ってしまいます。かなりの犯罪を起こしてしまいますが、一旦まず、衣服恐怖症ができてしまいます。まあ、精神病の一つなんですけれども、つまり、衣服イコールお父さんだと思ってしまいます。衣服を着ると、え、追うと合わないといけないと思って、まあ、 本当に衣服を着るのをとても嫌がってたらしいですよね。実際記録によると30枚以上も準備してたという記録もありますね。それを燃やしたりとか着ないとか。で、さらに面白いのは、一つ気にいた服があったら、全く洗濯せずに、それがボロボロになるまでずっと着てたので、かなり臭かったらしいです。ここまで来ると正直に精神病の一つなんですよね。で、暴行の結構問題がありまして、まあ、寝顔とか訓練たちをいじめる、まあ、しょっちゅう殴ったりもしてたんですね。 で、性犯罪も問題もありました。この佐渡世者は心の安らぎを仏教であの求めてたのか、結構、宮内に甘さんとかを呼んで、この仏教の儀式を行ってたんですけれども、その時にこの甘さんにセクハラとか、性的な暴力もやってたらしいんですね。 で、最後、これが本当にすごいことでしたが、殺人ですよね。レーガン君よたちを殺しまくるんですよ。一人じゃなくて、記録によると、1日最大6人まで殺してたらしいですね。それだけじゃなくて、殺した人たちの首を切って、それを持って歩き回ったりとか、もう明らかにこれは、えー、ある意味では、四三軍よりひどい王族になっているということなんですよね。 で、佐セジ座の場合はまたここで終わらないんですよ。実際、王族に対する暴力とか即室殺人までやっちゃいます。で、佐セジ座の奥さん、ヘギョン軍本氏がいますよね。ヘギョン軍本氏が、奥さんとしていろいろこうしたらいけませんとアドバイスをするんじゃないんですか。そうしたら、あの重い5盤をヘギョン軍本氏に投げたりとかして、で、佐セジ座の即室の中で、경빈博士という人がいますが、 まあ、記録によると、サドセジャが一番愛してた側室と言われていますが、その間に、ウンジョン軍という息子もいました。まあ、ジョンジョの腹違いの弟なんですけれども、一番愛してた側室をサドセジャがですね、多分この경パ白紙もサドセジャに、 本当に、お、サドセジャーを思う気持ちでアドバイスしたと思いますが、殴り殺してしまいますね。殴って殺すんですよ。で、それだけじゃなくて、当時赤ちゃんだったこの雲尊軍を、えー、池に投げて殺そうとするんですよ。実際池に投げますね。で、それを見た家臣たちが、ちょと言ってから雲尊軍を救い出したんですけれども、そうじゃなかったらこの雲尊軍も池に沈んで死んだと思いますね。もうサドセジャーはもう正直に言って、すごい狂ってしまいます。 ね、で、結局、状況もこんな感じなんで、サドセジャのお母さんの、ヤンビニッシー、お父さんの、ヤンジョそして、奥さんである、ヘギョング・ホンですね、このサドセジャを、 殺すということを決めますね。決めるというか、まあ、王様、四条に殺してくださいと言う。まあ、泣きながらだと思いますよ。もちろん殺したい気持ちではなかったんですけど、仕方なく殺すしかなかったぐらいの狂ってたんですよね。で、この時、サドセジャを殺さないでくださいと言った人は、たった一人、息子であるチョンジョだけだったらしいですね。で、結局こんな状況になってしまったので、結局四条はサドセジャをこういった穀物を入れる、 ティジュと言いますが、こっちにサドセジャを8日間入れて殺してしまいます。当時サドセジャは27歳でした。で、この時にヨンジョは、もうイラッとして殺したんじゃなくて、本気で殺したんですよ。えー、実際このティジュにこの縄とかあるの分かりますこ,こんなのも全部ヨンジョが、サドセジャが出れないように縄を結んでと言ったし、実際この蓋の部分の、フタの部分も、くいも、 条が直々にそれを叩いいてたらしいで、すよね。で、それとですね、雨が降ったら上から水が流れてくるから、その水を佐藤先生が飲めるんじゃないんですかその水が飲めないように、蓋の部分にこういったバラを置いてですよね、あ雨水が。 下に流れないようにもしてて、もう本当に本気で殺そうとしてたんですね。で、このティジュこういった写真で見たら結構大きいように見えますが、実際はですね、これぐらいサイズなんですよ。本当にお風呂より狭いサイズですよね。横から見たらこんな感じです。足も広げないこんな狭いところで、8日間、佐セジャはこの暗い闇の中で、 水も飲めず、多分自分の小便とか飲んでたと思いますが限界はあるでしょう。何を考えて死んでいったんでしょう。それは今でもミステリーですよね。で、結局、じゃあここで考えてみたいのがこれです。四条はどうして一人息子を残酷に殺した普通にせめて殺すんだったら息子だから普通に殺してもいいんだけど、こういった8日間、こういった狭いところに入れて殺す理由は何だったんでしょう じゃあ、一旦、三つの理由ぐらいがありますけれども、見ていきましょう。まずは、親子葛カトという説がありますね。親子葛カトの説というのは、先ほど言ったように、四女には息子が二人しかいなかったんですが、ヒョジャンセジャは生まれて10歳の時に亡くなります。で、その後、自分がいつ病気で亡くなるかわからない41歳の時に、やっとまた息子、サドセジャが生まれますよね。 幼女にとってはすごく期待できる子供で唯一な息子だったんですよねなので期待がすごくあったでしょえ、こういった状況で幼女の立場を見ていきましょうこれも以前の動画で説明しましたが幼女はですねこの前の王二十代王の幼女を蟹と柿を使って 特殺したという疑惑がある王でしたね。なので、家臣たちは、王女のことを認めなかった家臣も多かったんですよ。出陣者は王として認めないとか、まあ、さらに即室の息子のくせにみたいなのも実際ありました。なので、実際はいろんな反乱も四条の時代には多かったんです。ただの反乱じゃなくて軍事的な反乱でしたね。四条はそれを全部抑えながら王様を続けますけれども、もちろん四条はこれをずっと否定します。要は殺していないって。 ただ一旦家臣たちは信じてくれなかったんですよね。4条はずっとこういった王の生活を続けたんですね。 で、結局この時洋女が求めているのは、誰にもバカにされない完璧な、つまり頭の良い,い王を求めていたと思いますね。で、実際洋女も努力をして、王としてはかなり良い,い業績を残すなど、王としては韓国でも認められるぐらいのすごい王でしたよ。一生懸命勉強したんでしょう。で、その次の王にはやっぱり心配がありますよね。41歳の息子を、唯一な息子、サードセ者に、そういった期待があって。で、ここで皆さんもう一度覚えてほしいのが、 サドセジャはジョの41歳の息子なんですよ。なので、ジョがいつ死んでもおかしくないぐらいの年齢の子供だったので、ちょっとジョは焦ってたでしょ。なので、3歳の時からエリート教育をさせて、周りの家臣たちに3歳の子に哲学、歴史、政治などを教えるわけですね。この時にサドセジャが感じたプレッシャーと負担、これが結局、親子葛藤の始まりではなかったでしょうか。もしかしてこの説が正しいのであれば、ジョはやっぱり、王としては立派ですが、お父さん とししては最悪な人でしたねじゃあ2番目の説が政治戦いの犠牲だったという説なんですよ。4、え、条、ー、はどっちかといったらドロン派ですよね。でそして4条の場合の王、京城の場合は書論派でした。このドロンと書論に関してはどっちに動画で説明します。今ここまで話したら話がかなり長くなりますので簡単に説明すると。 政治の生徒が違うんですよ。まあ、洋女はどっちかと言ったら、まあ、民主党だとしましょう。で、京城はどっちかと言ったら自民党だとしましょうね。じゃあ、とにかく、この洋女の息子である佐藤世者は、京城と同じく諸論派でした。洋女とは、ま反対の政治勢力を支持してたことになりますよね。こういった背景にはですね、 四女は、まあこれもいずれか言いたいと思いますけれども、各政党の仲良くしましょうという政策を開いていきます。ただ、佐渡世座から見てみると、なんで王があんなに家臣たちに振り回されないといけないのか疑問だったんでしょう。強力な王権を求めた傾向があったそうですね。こういった部分でも二人はぶつかってたらしいです。なので、どちらかといったら、 ヨンジョが亡くなった後に、サドセジャが王になった時に、このヨンジョを支持していたノロンたちは自分たちの運命がどうなるか怖いからサドセジャを殺したという説もあるということですよね。とにかく二人は政治的な葛藤もありました。 で、最後の説が、成女のためという説で、これがちょっと最近の説なんですよね。とういうことだと言ったら、佐藤世座の息子であり、養女の孫である22代王の成女は、養女が大好きだったんですよ。なぜかと言ったら、 ヨンジョが求めていた王そのものだったそうですね。なのでヨンジョはですね、ジョ,ンジョを見てお前が世の息子ならいいのにと直接言うぐらいでした。なのでヨンジョの心の中には次の王はこの E3 だと決めたかもしれません。ただここには問題があるんですよ。 その問題はやっぱりサドセザでしょ。普通の流れだったら、ジョの後にサドセザが王様になって、その後ジョに行くべきの流れなんですけれども、ヨンジョはですね、このジョンジョに王を譲りたかったんですよ。でもそうしたら、家臣たちもサドセザもジョンジョも、ちょっとおかしい状況になってしまいますよね。ヨンジョはずっとこれを悩んでたんでしょ。どうしたらジョンジョに王を譲れるか。 で、当時ですね、朝鮮がこういった悩みがあった時に、中国は清だったんですけれども、新という国に面白いことがあったんですよ。この時の新はすごく半世紀を迎えますけれども、新の初代王の 息子がですね、王様に殺されるんですよ。聖者だったんですけれども。理ウは、あまりにも聖者にふさわしくなかったから、部屋に閉じ込めて殺します。部屋から外出禁止、食べ物も入れない、飲み物も入れなくて殺しますね。その後あの、その弟が次の王様になって、ンは一番の半世紀を向かうことになりますよね。当時、ヨンジ女もこれを実際、中国からのいろんな知らせでこれを聞いてたんですよね。 나노데 영조와 정조のために 이것을 모ってきた가 모시레 마생. 즉 말이 사도세자를 죽였다라,そのまま 막오노 정조가 오언이 나를은다로 뜨오 못한 대쇼. で、ここで皆さんわかります普段王族だったら、このチャンヒビンが飲んでたこのお薬みたいな、こういった死に方がありますが、養条はなんでこういった死に方をサドセザにしなかったんでしょうこれはですね、王としての配慮のある死刑じゃないんですかここで皆さん覚えてほしいのは、これは王として下す死刑なんですよ。なので、これを飲んだ人は、 逆賊扱いになりますね。で、逆賊になるということは、三代まで逆賊の扱いなので、自然にその息子である長女まで逆賊になってしまいます。つまり、ジ女は、王として佐セ世ャを殺したらいけないんですよ。 結局ここで養女が選んだのはサドセジャをお父さんとして殺すということになりますね。なので実際は最初は自殺しろと言って自殺を命令しますね。その時にサドセジャはこれに切れて本当に自殺しようとするんですよ。で、その時にもちろん周りの家臣たちが置いといたらダメでしょ。ちょーハーと言ってから止めたんですね。それを見た養女が結局出した結論が 先ほど言ったこの抵従ですよね。こっちに閉じ込めて誰も接近させず、そのままサドセジャを殺してしまいますよね。 で、もしかしてこの説が正しいのであれば、サドセジャの息子であるジョンジョは、結局お父さんが自分のせいで亡くなったことを知っているんですよね。えーまあ、いろんな悲しみを持っているジョンジョって、こういった悲しみもずっと持って生きてたんじゃないんでしょうか。そのお詫びというか、親を思う気持ちで、お墓の周りをこうやってお城にするなど、ジョンジョはお父さんに、親孝行の気持ちを伝えたかったと思いますね。 じゃあ今日はここまでです。あ皆さん結構、まあ、韓国でもですね、養条はなんで息子を殺したのか今でもミステリーなんですけれども、あ正直に言ってこれは養条の発言は残っていますが、養条の気持ちは記録に残ってないので正直わからないんですよ。ただ周りの状況を見て推測するしかないんですが、あ私はやっぱりどっちかといったら孫の成女のために結局選んだ道じゃないかなと思いますよね。そういうことは、 영조にとっても、サドセジャにとっても、サドセジャが一人息子だったことが二人には一番の悲しみかもしれませんね。じゃあ、今日はここまでです。여러분、聞いてくれて、ちんち,ゃちんちゃゃん、짜、ま짜、よ。アンニョーン